ポコンと。ほら。ほらほらほら。やられたらやり返す。倍返しだ。どうもレレレサリーズでーす。はい、ということでですね。はい、今日はですね、バイボールを飲んでいきます。あー。ということでですね、今日はですね、バイボールを飲みながらですね、つまみを作ってきた。僕は今オーラスなので、もう4本目なので、これはもう無理なんですよ。オーラスにふさわしい最高のつまみ、シラスを使ったレシピになります。本当に簡単で火も使わないということで、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピということで、今回はですね、シラスを使ってシラスユッケっていうのを作っていきます。本当に簡単。なんでこのレシピを選んだかというと、僕がいくら酔っ払っててもできるからです。私がいただくのは久保田の水樹。もうオーラスに入りましたんで乾杯。あ、きっとした味わい、これが久保田。ということでやっていきたいと思います。焼肉のタレ、これね、ご家庭にある焼肉のタレでもいい。あの、他の焼肉タレだとまた別の違った味わいがあっていいと思う。これ小さじ2ね、ごま油、かだやのこのごま油小さじ1、これを計量スプーンのまま混ぜることによって洗い物が少なくなると、こういうメリットがございます。こんな感じで、このあー、そう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 、ちょっとね、ちょっと丸く成形した、丸く成形しつつも中をくぼみをつけていきます。ポコンと。ほら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 、もうほぼほぼ完成なんですけども、卵白、こいつをどうすればいいかと。お酒、お酒を入れてください。大さじ4ぐらいかな。白だし小さじ1ぐらいね。電子レンジ1分30秒。卵白、今まで皆さんに飲ませて申し訳ございませんでした。リュウジ流卵酒、はい、1分でよかったですね。で、こいつをね、器に持ってていただきます。おいしい。ほぼスープですよ皆さん。これシラスユッケまだやることあんだった。野菜を散らしてね、野菜を散らして、まあこのラー油、まあ、いいですね。いいごまですね。そうそうそう、もうね、あの料理はね、あの雰囲気で味が想像できるのが一番ね大切ですから。ということでですね、こちらでしらすユッケ完成です。はい、ではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。卵黄をね、よくね絡ませて、しらすに。うーん、最高のおつまみ。卵酒もすっごくね、焼肉のタレと卵黄とごま油が足されることによって非常にですね、つまみ感が増すんですよね。ご飯にのっけても合いますよ。これはたっぷりかけたネギ、この食感が非常にしらすの良さをね引き立てておる。うんー、まい。一回作ってこいなと思ったら調味料入らせてください。塩気強いんでね、ご飯にのっけていただいてもいい。焼いた食パンにのっけてもめちゃめちゃ美味しいです。あ、これちょっとね、七味をね、かけてね、風味を足して。あ、全居酒屋でこれ出してほしいですね。4本目で限界が来ましたね。これ以上の手術はさらさらにかかりましたね。今日もぜひよろしくお願いします。簡単な、これ、これ大丈夫か、尺大丈夫、スタッフ尺大丈夫、これ3分のかな、なんないかな、大丈夫かな。あとは僕のザレ言でちょっと埋めといてください。